うわ、昨日よりもすごくない？ええ、確実に濃くなってますね。アガットさんたち、大丈夫だったのかな？確かに。パトロールだけとはいえ、ちょっと心配かも。とりあえずギルドに行きましょう。昨夜のことも含めて、いろいろ話が聞けるだろうし。うん、そうね。エステル、いや今日も朝からすごい霧だね。ほんと全くだわ。そういえば昨日の夜は大丈夫だった？何か起こったりしてない？ん？いや特に何も起こってはいないけど、あ、そういえば寝る前に赤毛の遊撃手が訪ねてきたかな。パトロール中って言ってたけど、君たちの仕事仲間かい？あ、うん、アガットっていうの。きっちりとパトロールしてくれたみたいね。そうだ。ねえお姉ちゃん、アガットさんたちに差し入れ買っていかない？あ、ティータナイス。それだったら甘いものが良さそうですね。疲れている時なら男の人も嬉しいでしょうし。だっ
ったら仕入れたばかりのチョコレートがおすすめだよ。ビター味だから男性向きだし。ってことは3個で600ミラね。オリビエがちゃんとパトロールしてたかは怪しいような気もするけど、まあまあ。それでは感謝の意味も込めてみんなでミラを出しましょうか。はい。たまにはこういうのもいいわね。はい、毎度あり。
しなく。あ、アイナさん。これ以上は、もう飲めない。その一生瓶は。うなされてるわね。エステル君たちか。この朝早くからご苦労じゃの。霧は確かに昨日よりさらに濃くなっておるようじゃ。仕事で街道に出る場合にはくれぐれも気をつけてな。これほどの霧が出ておってはほとんど見通しがきかぬはずじゃ。来やがったか。昨夜は眠れたかい。あ、うん、疲れはしっかり取れたわ。二人ともありがとう。夜のパトロール大変だったでしょ。あのお疲れ様でした。なに、交代しながら仮眠は取ったから大丈夫だ。約一名、
今もホテルで爆睡してるやつがいるけどな。あ、オリビエさんですね。さっきホテルで寝てるところを見たわよ。オリビエも一応パトロールに参加したんだ。まあな、ぶつくさ文句は言ってたが、やることはちゃんとやってたぞ。後で礼を言っておかなくちゃね。それで状況はどうなっているの？パトロールの甲斐あってか、新たに昏睡した人は出ていないわ。ただし昨日昏睡した人は今朝も目を覚ましていない状況よ。そっか、心配だね。霧の方はどうなの？昨日と比べると深くなってる気がするけど。ええ、濃度が上がったみたいね。それと合わせて発生範囲も広がったみたい。丸賀山道に至ってはほぼ全域が霧に閉ざされたわ。そうなんだ。いよいよ大変な事態になってきましたね。悪いニュースばかりじゃないわ。うちからの報告を受けて軍が部隊の派遣を決定したの。ロレント市を警備するためにね。本当？ええ、すでにベルテ橋方面から巫女小隊がこちらに向かっているわ。それは心強いわね。町を軍に任せられるなら私たちも自由に動けるし。ああ、その通りだぜ。早く結社の連中を探してぶちのめしてやらないとな。ロレント近郊に潜伏しているんだろうが、今のところ見当もつかんな。ロレント地方は狭いけど、それでも隅々までは調べられないし。何か具体的にできることってないのかしら。それなんだけど、まずは民間人の避難を手伝ってくれないかしら。民間人の避難？昏睡事件は霧の発生範囲で起こされている可能性が高いわ。そして今朝、その発生範囲はさらに広がってしまった。パーゼル農園や丸賀鉱山が覆われてしまうくらいにね。ああ。なるほど。農園の一家と工員さんの安全を確保するというわけね。ええ、これはギルドに課せられた義務でもあるわ。敵の居場所を探す前に引き受けてもらえないかしら。仕方ねえ、どうやらそっちが優先だな。鉱山と農園というのは離れた場所にあるようだな。だったらこのまま二手に分かれた方がいいかもしれん。ええ、その方が効率的ね。私たちが農園じゃダメ？友達の家族がやってるし。ほう、そうなのか。それなら俺たちが鉱山の方に行ってくるか。ああ、決まりだな。オリビエのやつを起こしてとっとと出発するとしようぜ。呼んだかい？おう、起きたか。なんで竜とわざわざ鳴らすんだか。今朝もあいにくの天気だからね。せめて僕の華麗な演奏で雰囲気を明るくしてあげたい。そんな素敵で心憎い演出だと思ってくれたまえ。たく、朝からテンションの高いやつだな。でもオリビエってばちゃんと見回りしたみたいね。ちょっと見直しちゃったわ。そうね、ご苦労様だったわ。
紳士として当然の義務だよ。本当はパトロールがてらエステル君の家にお邪魔しようと思ったんだがね、思った以上に視界が悪くて泣く泣く諦めてしまったのさ。まったくもう見直したと思ったら。さてと、オリビエさんにも手短に事情を説明するわね。ふん、いかにも遊撃士協会らしい仕事だね。いいだろう、僕も手伝おうじゃないか。それでは君たち、農園に案内してくれたまえ。だからお前は俺たちと一緒だっつーの。わざと間違ってるだろう。ほら。いやん、そんなに僕と一緒にいたいのね。アガット君ってば可愛いん。おぞましいことを抜かすな。あわわ、そうだったんですか。ああ、お前も信じるなっつーの。ああ、どんどん緊張感が。深刻になるよりいいじゃない。でもお互いさっさと仕事を済ませた方が良さそうね。ああ、そうだな。それじゃあ俺たちは鉱山の方に行ってくるぜ。あ、お姉ちゃん、差し入れ。あ、それがあったわね。ああ、どうしたんだ。ほらほら、発案者からどうぞ。おお、ほう。ちょっとしたお礼よ。ミラも全員で出させてもらいました。ま、せいぜい味わって食べてよね。いや、疲れている時に甘いものの差し入れは嬉しいぜ。君たちの愛、美味しくいただかせてもらうよ。ひょっとして甘いもの苦手でしたか。いや、苦手ってほどじゃねえが、なんつうかお前らこっぱずかしいことしやがるな。テレビアンの、まだまだ修行不足ね。うせえ。まあいい、腹が減ったら適当にかじらせてもらうぜ。私たちもパーゼル農園に出発しようか。ええ、そうですね。お姉ちゃんのお友達のお家なんだよね。うん、ティオって言って日曜学校からの親友なの。おじさんとおばさんと双子の兄弟の5人家族かな。護衛対象に子供もいるし、気が抜けない仕事になりそうね。それじゃあアイナ、私たちも行ってくるわ。ええ、よろしくお願いね。あなたたちにはパーゼル農園にいる人たちの避難を手伝ってもらうわね。農園は西のミルヒ街道に出て途中で南に折れたところにあるわ。霧は昨日よりさらに濃くなって、ほとんど見通しが効かない状況よ。通い慣れた街道だと思うけど、油断せずに行動しなさい。
おや？みんな止まれ。アストンさん。エステル君、それにシェラザード君か。ギルドの仕事の途中かな。うん、そうだけど、もしかしてロレントを警備してくれる部隊って。あ、私たちだ。ハーケンモンからの増援とともにロレント氏を守らせてもらうよ。そっか、本当に助かります。とんでもない。市民を守るのは王国軍の義務でもあるからね。ロレントの状況はどうかな。うん、霧は深くなったけど、昨日みたいに昏睡事件は。アストンさん。ああ、ルックのことだね。眠りから覚めないだけで命に別状はないと聞いている。そんなに気を使わないでくれ。でも今はお互い自分の責務を果たすことだけを考えよう。それがおそらくルックたちを助けることにもつながるはずだ。アストンさん。ええ、その通りだわ。アストン隊長、町はよろしくお願いします。ああ、任せたまえ。そろそろロレントだ。到着次第すぐに警備体制に入る。イエスサー。今の隊長さんって眠っちゃった男の子の？うん、ルックのお父さん。本当は心配でたまらないはずなのに。強い人ですね。そうね、私たちも頑張らないと。パズル農園に急ぎましょう。までは霧なんて全然出てなかったのに。とりあえずご主人に事情を説明するわよ。まさかこの霧の中配達には行ってないわよね。うん、それはないと思うけど。今まさか。知らねえ。急ぐわよ。霧の魔物。迷ってる暇はない。撃破するわよ。Thank you.
でも今のは足止めだわ。早く家の人を探さないと。うん。鍵がかけられてる。別の入り口を探すわよ。逃げられたわ。私たちの動きを完全に読んでいたみたい。黒衣の女性ですね。ええ、間違いないわ。エステル、とりあえずベッドに運ぶわよ。部屋に案内して。とかベッドに運んだわね。はあ、これからどうしたもんだか。エステル、ショックなのはわかるけど、気持ちを切り替えなさい。でないとこの人たちを助けることなんてできないわよ。でも、私が未熟だったから、父さんの足元にも及ばないから。ティオたちをこんな目に遭わせちゃったのかもしれない。今まで散々強気なこと言ってたけど、これじゃただの強がりだよ。こんなことじゃ答えを見つけるなんて。私エステル、シェルザードさん。お姉ちゃん。未熟なのはお互い様よ。私だって先生の足元にも及ばないけど、いつもあがき続けているわ。アガットだって、ジンさんだって、それからカシウス先生だって、みんな力不足を痛感しながら必死になって頑張り続けている。父さんも覚えているでしょ。先生がレナさんの死に際に間に合わなかったこと。あ、でも先生はレナさんの死を乗り越えて遊撃士としての道を歩き始めた。決して立ち止まることなく大切なものを守り続けてきた。王国軍に戻った今もそれは変わっていないと思う。エステル、難しく考えることはないわ。自分の奥底にある素直な気持ちを見つめなさい。答えは出てないけど、それでも私、前に進みたい。大切な人たちを守るためにも、
分が未熟だからといって立ち止まってなんかいたくない。ちゃんとわかってるじゃない。ごめんね、シェラネ。なんか私、手間のかかる妹だよね。それもまた姉冥利に尽きるってもんよ。手間のかかる子ほど可愛いって言うしね。あ、ごめん。心配かけちゃったかな。うん。びっくりしたけど、お姉ちゃんとシラさんって本当に仲がいいんだね。ちょっと焼けちゃうかも。とってもいい場面を見せていただいた気分です。もう。でも知らねえ、どうしよう。ギルドに戻って報告したいけど、ティオたちも放っておけないし。そうね。私かあんたのどっちかが残るしかなさそうだけど。その必要はないで。あ、え？あら。やあ、どもども、七王協会のケビンですわ。この前オートで別れたばっかりやのに、こんな早く再会できるなんてな。やっぱ女神のお導きを感じるわ。なんでいきなりケビンさんが現れるのよ。ああ、話は単純でな。昨夜デバイン教区長から昏睡事件についての報告が王都の大聖堂に届けられたんや。そこで聖杯騎士として一丁確かめたろと思ってな。霧だらけの街道を通って今朝ロレントに到着したわけや。でギルドを訪ねたらエステルちゃんたちがこっちに仕事で行っとるって聞いて。ああ、はいはい、だいたい事情はわかったわ。っていうか全然女神様のお導きなんかじゃないじゃない。バレたか。しかしケビンさん、さっきその必要はないって言ってたけど、どういう意味なの？ああ、姉さんとエステルちゃんのどっちかがここに残るって話や。ここは俺に任せて、二人ともギルドに戻るとええやろ。え？あの、よろしいんですか？これも神父のお仕事ですわ。医術の心得も多少あるし、どうか任せたってください。ありがたくお言葉に甘えさせてもらうわ。みんなロレントに戻るわよ。うん。ケビンさん、ティオたちのことよろしくね。おう、大船に乗ったつもりで任しとき。これも神父の仕事の一つや。ここは俺に任せて、早いとこギルドに戻っとき。
アストン君の指揮のもと、兵士は整然と働いてくれておる。それはそうと、避難誘導ではご苦労じゃったな。行員さんらのご家族もさぞ安心したことじゃろうて。すまないが、今後とも協力をお願いさせてもらうぞ。
どこに行くの？まずはギルドに報告でしょ。やっと帰ってきたか。どうした？やけに遅かったじゃないか。ええ、いろいろあってね。アガットたちはもう鉱山に行ってきたの？ああ、すでに向こうに連絡が行ってたらしくてな。すぐに出発できたから意外と早く帰ってこられたぜ。ただ帰る途中で奇妙な魔獣が現れてな。そのことを話していたんだ。奇妙な魔獣？霧の中から現れて倒すと消滅する魔獣でね。ムマとも言うべきかな。それってあの魔獣と同じですね。なんだ、お前らのところにも現れやがったのか。怪我はしてねえだろうな。私たちは大丈夫なんですけど。何かあったみたいね。報告してもらえるかしら。ええ、実そう、一足遅かったみたいね。はあ、私の失態だわ。もう少しうまく立ち回れば犯人を捕まえられたのに。ううん、知らねえは全然悪くないよ。悪いのは肝心な時に動けなかった私だもん。気にすることはないわ。どうやらあなたたちは罠にかけられたみたいだし。罠？農園に入ったと同時に聞こえてきた鈴の音、待ち伏せしていた霧の魔獣、そして鍵のかかった正面玄関。ギリギリのタイミングでお前さんたちが間に合わないよう計算されたような感じだな。ただの偶然じゃないの？いや、昏睡事件を考えても刻意の女はかなり巧妙だ。君たちが護衛する人々をわざわざ先回りして眠らせた。ひょっとしたら挑発してるのかもしれないね。国威の女と言われても心当たりは全然ないし、挑発される覚えはないんだけど。ふう、ただいま戻りました。あれ、リッチさん？そういえば護衛で王都まで行ってたのよね。ええ、朝早くに向こうを出てやっと戻ってこられましたよ。それにしても一体何があったんですか？
霧の範囲は広がっているわ。町を兵士が巡回しているわ。実は昨日の夕方頃からいろいろ大変なことが起こってね。うわ、そんなことになってたんですか。まずい時に出かけちゃったな。ううん、気にしないでよ。定期船が止まっている以上、護衛だって大切な仕事なんだし。私たちがそういう仕事を受けている余裕がないからね。フォローしてくれて助かるわ。光栄です。そういえばその鈴の音なんですけど、それって霧の向こうから聞こえてくるんですよね。ええ、そうよ。何のために鳴らしているのかはっきりしてないんだけどね。そうか。何か心当たりでもあるの？さっきエリーズ街道を通っていた時なんですけど、かすかに鈴の音を聞いたんです。あ、アンデスって？エリーズ街道のどのあたりで聞こえたの？グリューネモンから出て割とすぐだったから、ミストバルトの方ですね。ミストバルト、確かロレント地方の南東に広がる森だったな。最初誰かいるのかと思って聞こえてきた方角に向かって大声で呼びかけてみたんですよ。でも何の返事もないから気のせいかと思っちゃって。僕たちに伝わるのを見越してわざわざ鳴らしたのかもしれないね。挑発ということですか？け、舐めやがって。シェラネ、どうする？そうね、罠の可能性は高いけど飛び込んでみるしかなさそうね。正体に応じさせてもらいましょう。行くぜ！応援よろしく！私もギルドの受付としてミストバルトに向かうのは罠に飛び込むに等しい行為だけど、自ら進んで罠に踏み込む以上、気をつけてなんて野暮言わないわ。遊撃士の実力を存分に発揮し、犯人を叩きのめしてきなさい。私から言うことはそれだけよ。